はい、そうですね、最近家に発生している大型の蚊です。おそらく赤い蚊の大型個体がどこかしらで発生してるんですよけど、家の中には発生源が分からず特定できませんでした。とにかくね、このサイズがでかいんですよ。サイズ、ほらすごいでしょ。カモンみんな友達っていうことで、まあ、血を吸わせてあげてんだけどね、こいつなんかおそらく口に奇形があるみたいで、何度も何度もうちの皮膚に刺し直して血を吸おうとしてるんですけど、おそらく奇形ですかね。なかなか刺さりません。はい、奇形の蚊です。おそらく赤い蚊です。かなり大型です。巨大です。ちょっと明かりが強すぎるかな。本当はもうちょっと色が淡いんですけど。で、この子はですね、何度も針を刺してはダメだみたいな感じで諦めてまして、おそらくですけど、ですね、奇形だと思います。口先のね、もうちょっとズブって刺さってもおかしくないんですけど、けどちょっと腹膨らんできましたね。もしかしたら刺すのに成功したかもしれません。さっきまで繰り返し、刺したり引っ込めたりを繰り返してたんですが、この体勢で安定しましたね。一筋シマカならもうほぼ直角で刺すんですけど、赤いエカだ。赤いエカは斜めに刺していきますね。おもぐもぐと美味しそうに、俺の血を。はい、家に発生している大型蚊です。大型の蚊です。ですね、繰り返し刺し直してこいつはさ、吸っていたので、一発で吸えなかった蚊の場合は、最後まで吸わせれば腫れないっていう蚊のお話がありますが、繰り返し刺して場所を決めた後に血を吸い始める蚊の場合は、全然その通説は関係ありません。こいつの場合、その綺麗な例ですよね。ではちょっと片手なのって操作に苦戦していますが、最後までの蚊の吸血の様子をご覧ください。あ、ちょっとピントが、はい、どうぞ。お、飛んでった。あ、飛び立ちましたね。すごい手が離れた。ほら、ここにいますね。赤い蚊ですよ。普通はもう家だと見つかったら即殺なんですけど、今回はうちに見つかったので、まあ即殺はせずに。ただですね、ものすごい腫れちゃいましたね。いやー、恐ろしいですよ。うちの赤い蚊は飼育してみたいんですけどね、親に絶対反対されますので、終わります。